NHK 大河ドラマ光る君へ3分でわかる第19話放たれたや5月12日放送。聖徳の変とは、996年藤原惟幾は古代上大臣の藤原為光の娘の三の君に女通いをしていたところ、屋敷の前で豪華な牛車を見かけ、自分の他にも男がいるのではないかと心配し、弟の高家に相談します。相談を受けた高家は996年2月7日従者の武士を連れて豪華な牛車の男に襲撃をかけます。しかしこの豪華な牛車の男とは、惟幾の通っていた娘とは別の四の君藤原武子に通っていた火山法王で、高家の連れた従者の武士は法王の一行を襲い、法王の衣の袖を弓で射抜いて従者の同時二人も殺してしまいます。火山法王は出家の身で、女通いが露見する体裁の悪さと恐怖のあまり口をつぐんで閉じこもっていましたが、この事件の噂が広がり、これを知った道長は法王を襲った弟の高家を4月に出雲権度守に左遷し、この事件に加え惟幾が一条天皇の聖母彰子を呪詛したこと、宮中のみでしか行うことができない呪術である大元帥宝を修したことを理由に、惟幾を太宰府太宰の権の措置に左遷します。この事件を火山院聖徳の変と呼んでいます。これにより道長は正式に頂点へと上り詰めます。以上で聖徳の変の解説は終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現在29話までのあらすじ先読み解説をさせていただいております。あらすじを3分程度でご紹介させていただいておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。また最終回、真宙と道長がどうなっていくのか、脚本家の大石静香さんのインタビュー記事などを踏まえてご紹介させていただいております。そちらもぜひご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いします。